よし、最強の傷が。よっしゃ、すぐにしちゃったんだよ。あっ、適当にやがって。はい、こんにちは、まやちゃんねるまやはです。はい、今日はですね、虫キング研究所に久しぶりに行ってきまして、超進化一段、7月14日から稼働の超進化一段を体験させてもらいましたね。はい、で、後ろにですね、流れてるかと思うんですけども、動画撮ったんです。はい、なんだけど、なぜかね、音声が取れてませんでした。はい、最初の冒頭の説明と、あと最後の方の挨拶だけアフレコさせていただければなと思います。はい、通り通り通り、その通りってあの通り研究員はですね、説明してくださったんですけど、この部分もちょっと音声が入ってませんでした。はい、はい、で、今回のですね、虫キング、いろいろ新しい要素が加わっております。はい、まずはですね、これまでシュウとレイジっていう2人の主人公だったんだけれども、今回ですね、新しくカナトくんっていうね、この3人目、そう、3人目のキャラクターが追加されました。そしてね、このカナトくんがなんか新しいストーリーの鍵を握ってるらしいですね。はい、そしてですね、新しいレアリティも追加されましたね。はい、はい、SGR と GR、はい、スーパーゴッドレアとゴッドレア、そうそうそうですね、が追加されました。今ね、トリケン君が持ってたヘルクレスオクシデンタリス、そう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 、あれが、スーパーゴッドレアですね。ちょっとイラストも変わってるよね、シュンシューがね、映っててね。なんで、これからはですね、6種類のレアリティになるのかな。SGR、SSR、GR、SR、レア、ノーマルって感じかな。そして今回の V ガジェも2種類新しく追加されてますね。1つが花の V ガジェで、もう1つが音の V ガジェですね。そして両方とも今回は回復、ダメージを与えつつ継続回復ですね。それと他に V ブースターって言われる新要素と、あと必殺技のミニゲーム、あと2人協力プレイの盛りだくさんなので、これからですね、プレイする動画ご覧になってみてください。はい、はい、今回の超進化一段の記録カード、こんな風になってるみたいでね。はい、まずこれがシュウでしょ、で次がレイジでね、で最後にこの新キャラクターのカナトくん、この3人の記録カード。はい、ということで実際プレイさせていただきましょう。はい、超進化一段だね。じゃあエイジン君、ボタンを押してください。せーの、イベント開催中ですか。来た、すごい、超進化一段スタート。はい、ようこそ、実況の森田です。はい、私がゲームの案内をします。ここまで一緒だね。遊びたいモードを選んでください。ここで、ここから、はい、早速、絵柄とかもいろいろ変わってるんですけども、今回の一番新しい2人で協力モードやってみましょう。じゃあ、GO!、はい、モード決定です。まずは 1P のバトルの準備が。これ、ここからカナトくんの変わった。バトルに使うカードを増やすよ。新主人公カナトくんが仲間にしてるんですけども、あ、来た、これ現れた、早速イエーイ、落ちてるよ。 SGR ですね、使っていただいて、さらに穴の球を、なんか新しいやつ、じゃあ、完了、バトル準備完了だよ。はい、バトルのシュウの準備だ。そうだね、バトルに使うカードを虫1枚を、はい、この2人で協力モードはそれぞれ虫が1匹ずつ、はい、使っていきます。お助けもしか参加しないモード、お助けはないんですね。自分の相棒のね、虫1匹をそれぞれ走ってます。もう一度やり直してね、 V ガジェを押し込んでね。結局パワーチャージ中だよ。さあ、完了、来た、さあ、始まりました。協力バトル、敵だね、舞台はここセントラルコロシオ。さあ、ワンピンの虫が登場です。かっこいい。公園のアマテラス、ヘルクレスオキシデンタリス。おー、これはあのシュウがちゃんとアナウンスしてくれる。必殺技パーメス、カブトの V ガジェセット。ちょっと下のゲージとかいろいろ変わってると思う。変わってるね、全部変わってる。これは強そうだ。強さ330、声が全然違う。続いて FP の虫が登場です。さあ、ここまで来たよ。暗黒のスナイプ重大出たばっかりね。クワガト、今までの SS リアとかもちゃんと使えるんで。はい、なるほど。ここ書いてあるのが青なの。クワガトの V ガジェセット、これは強そうだ。さあ、これで協力をするときにいきなりボタンを押すんじゃなくて、あ、これが欲しい。続いて相手の虫が登場です。リセンキビーナス、ちょっとね、イジーのクワガト、モンゴが入れない。うわ、ウツボで630、強さ630、630、はい、それを2人で協力して倒してもらおうと。なるほど、なるほど、
超怖い。でっか。うわ270。ボスで上の体力がボスで下が二人のチーム。あ、はい。体力になります。体力二人共通なので。なるほど。はい。ボスの必殺技が食らってしまうと辛い。あ、で、ゲームなんです。はい。一人でも勝てば攻撃できます。なるほど。ただ負けたり二人ともはアイコンになってしまうとダメなんです。アイコンもダメ。アイコン。だから2人で何を出すかも相談してどうする、同じ手を出すか、それともあえてバラバラの手を出すかによって、そう、その通りさあ、どうする、どうする、じゃあどうする、必殺技使わないってことグー使ってこないんだ、じゃあチョキいっちゃう、じゃあパパグー、あーパパパーでしょ、あーじゃあグー出すのかじゃあ行くよ、せーの、グーでいっか、パパやっぱチョキいっちゃう、あ、アイコン、あれ、えちゃん、グー出してなかった、ゲージは同じだ、ゲージは2人で呼ぶ、よし、パーフェクト、オッケー、よし、パーフェクト、ダブルパーフェクト、これまたダメージが減る、パーフェクトのやつ、おっと、ダメージ13しかない、確かに、あ、やばい、これめっちゃ怖い、同じ手で行くわ、同じ手で来るって、同じ手で行くは大ヒントですね、さっき何出したの、さっき上に出るんです、あ、チョキ出した、せーの、はい、はい、勝った、よーし、ヘルプレスを切った2人の攻撃、攻撃しました、はい、バッティングダブルプレーは2人も成功した、そんなパワーで、はい、よし、ウォンジのダメージ、ジュダイクス・ミエラクライアの攻撃、あ、そっかそっか、すごい、これは怖い、これは違う手でいくわ、ね、あっと待てよ、え、なしだ、これはと違う手で、じゃあ、じゃあパー出す、えちゃんパー出す、うん、じゃあパッパーはチョキ出しとこうか、あ、オッケー、やった、今、エイシ君勝ったんで、ゴールまで来た、お、これは新しい、ボタン、ボタン、ボタン、出て、ほぼ2パーセント、必殺技だ、ヘルプレスオキシデタイツの必殺技、いけ、ヘルプレスオキシデタイツ、これは2匹とも必殺になるんですかね、これはエイシンだ、そっかそっか、勝った方だけが負けた方もフォローできる、なるほど、反時回り、フーだったから反時回りはどっち、反時回り、反対側、こっち、じゃあチョキだ、え、チョキ出してきたのか、パーですよね、いや、グー出してきたから、あ、グーか、グーか、グーか、危ない、逆だった、チョキ、チョキ出してくる、じゃあグーだ、せーの、はい、はい、よし、ヘルクレスを切ったタイプの攻撃、よし、オッケー、最強の気づき、痛烈な攻撃だ、これでジュダイクス・ミアラクライアタの攻撃、すごいな、これは、これは、あー、怖いな、音楽とりあえずこれを、とりあえずこれとは一体何だろう、必殺技はきっとパパパーティーくわ、パパパーティーくわ、あーやばいな、ゲージで頑張りました、あーバッティーツリーダブルクレイト、怖い、マジで怖いね、大丈夫、まだ大丈夫、ゲージは成功して、あ、絶対行っちゃった、よし、パーだ、パー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 ね、じゃあ僕もパー、2人でバイク、あーあーやばい、弱いますね、エジのクワガタの攻撃、まさか、よし、パーフェクト、ゲージでカバーして、怖い、でも怖い、めっちゃ怖い、あまり効いていないか、攻撃力が一番低いんですよ、相手の虫、キムリックが高い、私の虫に見とれていたか、あ、そこが負けると偉いことになる、うわー、それは怖いな、ここは気をつけたいですね、最初最後は何を出すの、パパグー出しとく、 A ちゃんはパーに打ててもいいんじゃない、もう一回、よし、来た、 OKOK、 よかったから、よく来たね、行くぞ、やばい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 、これは行くでしょう、自由だからね、おぉ、すごい、かっこよくなってる、決まってしまった、よっしゃ、削り切る、決着がついたが、第2ラウンドということで、お互いに10ラウンドがある、はい、
にはだいぶ気を使っている。あなたの必殺技なんて必要なさそうね。どうしようか。こっちはグー出す。じゃあパパもグー出しとって、はい、あ、違う。奪われてますね。手白クワガタの攻撃。よし、すごい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。おっと、あまり効いてないか。ああ、よかった、18だ。では使っとこう。お、使ってきますね。まだあれだって、まあ、ないか。あんた、違う手を出しなさい。違う手出しなさい。違う手を出してくれ。え、何したいじゃん。パーパーあ、ごめんね。じゃあどうしよう、パパチョキ出しとく。おっしゃ、カメラ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 、あ、適当にアタック。いいアタック、ディストーションメイク。おお、音で、これがビクトリーアタック。はい、ビクトリーアタックで、さらに、元気が出てくるので、あ、回復。はい、回復が継続。よし、おー、継続回復。継続回復、継続回復、はい、この後みんな、これで KO よ。一冊やって打ってくんじゃない。じゃあまたパー出す。パー出しとく、パー出しとくか。オッケーオッケー。よし、いいよ、いいですね。ワンピの自宅出して、ゲージを食べてね。出た。ナイスタック。さあ、挑戦コーン。ヘルクレスオキシデンタル戦。完璧だろ、こめちゃくちゃ。すごい。はい、地面に顔が上がって、攻撃さらに。ジュダイクス見えなくなるな、攻撃。あ、これやった。うそ。あ、ちょっとプレッシャーが。これはいいね。虹の方だと視察がグーなんで、あの、やっぱりパンの相性もいいですけど。左回りで行くわ。どういうこと、今グーだったか。左回り、チョキ、チョキだね。グー、行こう。よし、という相談がね、非常に大事だと。よし、来た。あ、失敗。パーマキパパ痛烈な攻撃だ。本当にすごい、心が震えるし、心が震えてる。これは面白い。やった、ノックアウトだ。やった、絆の勝利だ。これがちょっとミスって必殺技を食らったりすると、実は一発で100以上ダメージをしてるので。あ、出た、虫取り。僕も初めてやった時に、あの、さよならさんなんで。おぉ、チャンジャンプ。いきなり、いきなり虫が来ました。痛い、痛い、痛い。始め、レバーで網を動かす。歌も入ってる。ボタンを押す。網を動かす。入った。あー、レアをゲット。さあ、今金色の虫が逃げていった。ここに追いかけ、今どこ見てた？左上の。こいつだ。お、来た。あ、イスリアか。すごいか。イスリアかった。あと2回だから。ことかどこ。2回やる。あー、やったな、レアゲット。お願いだ、イスモットリア来てくれ。いきなり来たらすごい。さすがにてっぺんだ。おお、イスレアか。イスレアか。テレキャーだった。イスレア、大量発生中。やったね、4匹の虫を捕まえたよ。うん、すごいすごい。最後に好きな虫をカード化しよう。1枚カード化できる。じゃあやはりここはトノさんわけかな。好きな虫を選んでね。ゴー、カード決定。ちょっと待ってね。カメラを持ってきたよ。はい、今回も撮影は、よし、はい、キラカーの次はまたキラカーだけのかっこいいカードになるんですけど。はじめ、じゃあ A ちゃんの好きなタイミングで、好きなタイミングでボタンを押してね。撮った写真がカードになるよ。ちょうど回転してる。すごい。カード撮影中だよ。あ、音も違う。お、マスターブラック健在ですね。マスター健在です。マスターブラックだ。相変わらずお家の余計に。これじゃ、なんだ、撮影を。はい、えちゃん、連打。ボタン連打だ。もっと連打だ。おお、そこまで。100いった。100いった。やるではないか。すごい。よっしゃー。
だけのボイスが出て見れましたね。スタンプをあげよう。 iPhone でもスタンプあるので、あのスタンプ貯めていただいて、スタンプは記録カードに貯められるぞ。そうですね、全部貯めると V カジというアイテムをゲットできるのだ。あ、カードできたかな。次に遊ぶときは記録カードを絶対に忘れるのよ。印刷してるんでちょっと待って。ではまた会おう。さらばだ。さあ、デザインかな。カード出ましたかね。取り出し口からちょっと今までとデザインが変わってる。変わったね、うん、はい、またちょっと新しいデザインがありました。もちろん虫カードもまたデザインが違って、その辺も楽しみにしていただいて。記録が始まる。確認完了です。通信に失敗しました。今日はちょっとオフラインモードオフラインモードになります、はい、次にモード選択に行きましょう。じゃあ今度は2人で対戦ください。モード決定です。絶対僕はさっきはね、協力だったんですけど、今回対戦になってお互いの手を教えないように。あ、これ見えないよね。さあ、ワンピンの虫が登場です。かっこいいね。超えるアマテラス五本ズの兜。スタジオのパワーです。カブトの V ガチセット。封鎖ついてるともう炎の周りとか違う。このワムチ、この五本ズの兜はパワーにカードと必殺技に加えて追撃がさらに。で、お助けも入るのでめちゃめちゃ大ダメージ。やった。体力225。虫がパワーアップだ。続いて男の子が登場です。ワインレッドファンタジスタホルスターママタクワガタ。ホルスター君、はい、必殺技。ホルスター君はリザルチョリアンスとフィンデスはグーニーズ。おし、お助けエースレアです。止まらんしかいです。内装二重丸つく牛がパワーアップだ。これはガチですか。ガチです。結構強さ判断ありますけどさあ頑張っていきたいです。体力100ぐらい下がりますから。おはいよー。うそ、いきなりですごい。いきなりか。で、今回は必殺技。あ、これでV ブースターも来るのかな。そうですね、はい、これで V ブースターお助けプラス V ブースター、プラストライクが決まるの。痛烈な攻撃だ。はい、V ブースター。あ、来た。 V ブースターが発動して炎の効果で攻撃発生。で、さらにこのハムシも入る。これは大ダメージ。後半でもなるほど、 V ブースターのダメージ痛いというところで侮れるんですね。一気にだいぶ差がつきましたが、おっ、よしよし。あ、 V ブースター V ブースターつきだよ。ホルスター二股クワガタの攻撃。あっ、おぉ、おぉ、おぉ、容赦なくね。これは激しい攻撃だ。 V ブースターが V ブースター発動。この熱の V ブースターは最後回復する。お、9回復。追撃発生。はい、相手にダメージ与えたダメージをここだけちょっと回復する。これはどうだ。ゲージがちょっと黄色まで相手の技をランダムで封じる。どれが来た。一冊にした。そうでした。これは効果的ですね。さあ、何を出すか。よし。うそー、嘘。レジ君がバッチリ勝ちました。負けた。しかもパーフェクト。ワンピューパーフェクト。これもテンションね。よし、これは相手が死ぬ攻撃だ。戦略が決着がついた。ラウンド2。はい、もう一気に決めてくるつもりだね。これは相手に決まらせるかな。じゃあ、はい、行くよ。これはもうアウトかな。ビクトリーアタックルーミング。20ぐらいだったから大丈夫かな。どうかな。ビクトリーアタックで攻撃してる。よかったよかった。よかったですね。お助けがいたら終わってますね。さあ、ただ継続回復の効果が発動したので、この後ずっと回復します。そうか、かなり長くて毎ターン回復していくので大きい。よし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 。必殺。よし。で、2人で対戦するときにボタン連打のゲージじゃないので、はい、そのテンポにあのバトルができる。ターンして、ターンして。
一人プレイの時と二人で協力の時だけ連打が。これは激しい攻撃だ。追撃発生。結構やばいっす。半分ぐらいまで削れる。これは大きなダメージ。回復が結構。回復、そうか。ここで使った。そうですね、ここで入ればかなり。あ、いかない。残念。そう来たか。そうはいかない。ということで今回ですね、虫キング研究所で久々にプレイさせていただきました、はい、もう本当にカメラの音声がね、なぜか撮れてなくてちょっと残念だったんですけれども、楽しかった、楽しかったね、うん、そしてなんと虫キング研究所の皆さんから、視聴者の皆さんにプレゼントがあるということで、こちら謎の V ガジェ、そう、謎の V ガジェっていうですね、過去ですね少量しか配布されてない超激レアのこの V ガジェが、プレゼントということで、うん、Twitter か Instagram の方に、写真付きで投稿していただいて、その時にハッシュタグもつけてください、はい、ハッシュタグ超進化したぜ、そうだね、これをつけてポストしてください、はい、で詳しい内容はですね、虫キングさんの公式ホームページの方をご覧いただければなと思います、はいはい、ということで今回ですね、虫キング研究所さんに行って超進化一段体験させていただきましたね、はい、稼働がめっちゃ楽しみ、うん、そしてね、2人協力プレイはかなりやり込むと思いますね、うん、はい、楽しみですね、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。